はい、皆さんこんにちは、渡辺隆史です。信長の野望創造戦国立志伝の明智光秀でのプレイ続きをやっていきましょう。前回までご覧いただいている方はですね、絶望的な状況をご存知かもしれないんですけども、この、今回の明智光秀のシナリオはですね、本能寺の変の始まる直前に明智光秀で始めてですね、本能寺の変を起こすかどうかというところの分岐で、まあ、起こさないというふうにして信長を生かした状態で光秀が独立を図っていくというところからスタートしたシナリオです。その後しばらくはですね、信長包囲網の連合軍に参加して、信長本体からの攻撃というのはほとんど受けていなかったんですけども、宇喜多、この左側、西側ですね、明智の本拠があるこの八神城の東じゃない、ごめんなさい、西ですね、にあるこの宇喜多領を侵攻しようと思った時にですね、誤ってその進路上にある信長軍と激突してしまうと大惨事が起きまして、その結果信長に攻められるという状況になってます。で、すでにですね、こちらにあったもみ城、こちらが織田筒井連合軍によって奪取されています。ですので残る城はこの八神城ただ一つ、しかもこの八神城にも敵信長軍が迫っているという絶望的な状況から今回スタートしていきましょう。では早速始めていきます。敵が我が領内に向かっております。今敵が出てきているという情報が入ってきてますので、こちらも出陣していきましょう。隊を2つに分ける必要があります。城門が2つあるので隊を二手に分けましょう。で、狙撃、狙い撃ち、奇跡、刺激で、そうですね、これでいきましょう。で、もう一体を斎藤利光に引き入らせましょう。兵具800で、まず一体我が戦、さらにお見せしましょう。こちらで、さらにもう一体ですね。出陣するぞ。さあ、これでまず敵を退けましょう。この八神城を守り抜くと進め。お、これはもしかして敵を封じに成功してるな。承知いたしました。封じが成功してる間に城門の中へと逃げ込みましょう。参ります。やってくれるな。これで終わらせよ。そうか、藤高が神速とか使ってくれたピンチでしたけど、神速はとりあえず使ってはこなそうですね。今のうちに城の中に逃げ込みましょう。一つ城門を突破されましたが、細川藤高があと2000、味方が800。これはなんとか城門で敵を食い止められれば勝機がありそうですね。で決めます。先行戦闘私と戦うのですか。これで終わってください。で、利光の狙い撃ち、吸収が2つ。我らが一度とくとご覧あれ。これで決める。よし、まずは信長軍の第一陣を退けることに成功しました。ただすぐ敵が迫ってくるので一回撤収しましょう。敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。さらに八神城一番か。これは厳しいな。ちょっと今だとどうなんだか、援軍を要請できる状況ではない気がするんですけどね。4000で出陣していきます。4000じゃない、400。4000いれば万々歳ですよね。我が戦お見せしましょう。まずは攻めてきてるのが信長隊なんですよね。
今和解できるのが筒井家なんですね。今どちらかというとこの織田家と和解したいんですよね。今丹羽長秀4000に平塚為広3700、さらに藤堂高虎5200、合計1万5000か。ちょっと支えられる気がしないな。ここで終わってしまうのか。進め、参ります。タミヒロの動きが鈍る。我に続け。これはチャンスだぞ。続きなさい。お任せください。お任せください。お任せください。この攻め生きれない。手を止めるかしこまりました。続きなさい。我らが一度おっとご覧あれ。私と戦うのですか。もう諦めてください。よし、これで、反織田連合から抜けることができたので、もう一ターンしのげれば信長と和解が可能だ。ちょっとなんとか頑張りましょう。引け引け。お互い壊滅的なダメージを受けたな。で、藤堂高太郎5200か。これはしのげないぞ、どう頑張っても。我が領内に敵が迫っております。よし、ここで和解をしましょう。先月の趣旨です。和解をしなきゃいけない。信長に頭を下げましょう。公家の信用を使って和解だ。信長と6ヶ月停戦状態になれば生き延びることができる。よし、なんとか生き延びることができましたね。まあ、これはもう本当に敗北に等しい和解ですけどね。もみじょうを失冠した上に信長と和解という状況。ただこれもね、もう致し方なかったです。悔しいですけどね。あとはまたいつでも朝廷と交渉ができるようにやっておきましょう。いや、信長に心中はできないよな。ただこの城が1個しかないっていうね、この絶望的な状況をどう打開していくのかっていうところですけどね。まあ何はともあれ修復しましょう。出棺した今、この八神城にこもることしかできないですからね。あとは毛利軍が信長軍を駆逐してくれるっていうねことを祈りたいですけどね。お、ここでそうか、鈴木も滅びるか。今池田恒興はじめ信長軍に鈴木が、孫市が攻められてますね。これで鈴木は滅びるでしょう。
標準を始めましょう。先月の収支です。金がなくて朝廷工作もできないのか。これはどうすればいいんだ。生き延びたものの何もできないぞ。この八神城の耐久をまずマックスまで上げなきゃダメなんですけどね。とはいえ鉄の木材もないので、これ以上拡張ができないので、回収ですねができないので、今あるこの耐久力を最大限に上げる。先月の収支です、報告いたします。そこかな。で、朝廷工作をしましょう。馬出ができればなぁ、いいんですけどね。二の丸も欲しいですよね、耐久増加するし。ご命令ください。先月の収支です。いやー、信長強いですね。こうやって見ると信長の勢力今は27万、武将数300、停戦期間が残り3ヶ月。これ3ヶ月後に滅びの道が見えてきてるな。島津、毛利、長宗我部で家康ですよね。で、北条ですね。真田はすでに滅びてますね。沼田に上田と、あとはまあ上杉、ただ上杉もかなり信長に押されてる感じはしますね。で、伊達、まあなんとか生き残るためには信長に臣従するしかないんですけど、まあそれをするとね、じゃあ独立すんなよって話にもなるんで、ここはこらえましょう。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。金がなさすぎて朝廷工作ができないんだよな今。この資源が何もない八神城にこもるっていうのはね、もう自殺行為としか言いようがないですよね。さあ、停戦がもう1ヶ月で明けますね。表情を始めましょう。先月の収支です、報告いたします。いざという時の停戦のために朝廷工作はしてるんですけど、とても間に合わないな。これもうすぐにでも信長軍が攻めてきそうな気配がありますね。二条御所にもいるし、ただまだ粘ってるんだな。
西側落ちたけど手取り城がまだ粘ってますね。まあでも勝ち目はないだろう。鈴木は滅びますね。毛利の動きはどうなってるんだ。毛利もただ断絶状態になってるわけだな。さっき連合から抜けたんで。となると厳しいな。ちなみに今は信長の連合には参加できないんだろうか。信長側の連合に入るっていう手もありかなと思ったんですけど、まあないですよね。ここでも戦が起きてますね。結城と北条の一戦かな。じゃあちょっと運命の一ターンを送っていきましょうか。これで信長がすぐ攻めてくる可能性ありますからね。とりあえず表情を始めましょう。先月の終始ですね。さあじゃあ送っていきましょう。何、早速来たか。お見せしましょう。出陣します。早いよ信長さん。信長さん早いっす。完全に早いっす。1万か。味方3000、奥に2500、和豊が2000、二蔵重友であってますか。2600、坂田金時であってるのかな。2200、合計約1万。厳しい。敵が我が領内に向かっております。まあ例によって太陽2体に分けましょう。我が戦お見せしましょう。何、米不足か。今度は米不足か。今7月9月まであと2ヶ月あるのか。いやー米もないし何もできないな。700で出陣するしかないですね。出陣します。斉藤としみつの方を1100で出陣させましょう。出陣するぞ。5倍の兵力と戦うことになりますね。これで成功したというのはでかいけど。承知いたしました。続きなさい。早く城の中に入れ。参ります。不甲斐ない。敵が我が領内に向かっております。まずは退けることはできそうだな。参ります。承知いたしました。一撃全てを込める。よし、まず敵の第一陣2000を退けた。次は奥に2500。奥にはね結構強いんですよね。進め。続きなさい。
我らが行くぞ。ホストドラゴンで引け。終わってください。退きましょう。よし、これで敵の第二陣も食い止めた。そしたら一旦城に入って兵糧を節約しましょう。まだでも最初1万の軍勢が迫ってて、追加で7000が来たんで1万7000、で今、溝尾さんと奥二さんの合計約5000を退けたんで、まだあと1万2000が大詰めとして迫ってきてるはずですね。八神城に敵が我が領内に向かっております。そしたらここは敵は一体しか出てこないと見て、我が戦お見せしましょう。いや違う、2体来る。2体どころか3方向から攻められる可能性が出てきたな。しかもうわー、小畑さん7600か。これ一旦騎乗しましょう。で敵が我が領内に向かっております。騎乗した上で非常に厳しい戦いが続きますね。我が戦お見せしましょう。500で出陣しましょう。出陣するぞ。ちなみに停戦和解できないよね。朝廷の信用不足。どうなるんだろう。進め。まず敵は数とよ1万ね。かしこまりました。参ります。さらに敵が増えて1万3000、10倍の兵力を相手にするのか。おっと、始めろ。下がりましょう。早くも縄文突破されたか。縄文に近づきすぎると逆にただ兵力を削られるんですよね。それを恐れて離れていたんですけど、ちょっと離れすぎたみたいですね。入ります。まずいな、非常にまずい。攻めるのです。秘密が散ったか。入ります。この攻め見切れまい。これで決めます。運命を済ませたいのですが。入ります。行きます。縄文が破壊されました。これ以上はただ無理だ。ちょっと離れよう。続きなさい。引くぞ。まずい。参ります。これで決めます。敵の勢いが強すぎる。滅びる滅びるぞこれは。ここまでか。敵が城内に侵入しました。いや今表情やってるところじゃないでしょう。敵が今まさにその城に迫ってきてるのに。されました。引け。知ったか。我が領内に敵が迫っております。出陣したいんだけどさ。
兵糧がなさすぎても何もできないんですよ。養成もできない。いやー、もう見守ることしかできないのか。我が王の城包囲されました。ただまだ兵力はそれなりにあるので、ここでなんとかこらえれば。表情を始めましょう。報告いたします。兵糧は復活しないか。復活しないけど、ここで取引をしましょう。雇用を受けたまわります。できないか。いくらだ。兵糧100を購入した。ありがとうございました。出陣できないね。兵糧不足か。何もできない。で、敵はまだ結構いるね。兵糧さえ入ってくれば、あと1ヶ月持ってくれ。表情を始めましょう。報告いたします。何もできないか。荒らされて何もできないって状況だね。なんとか持ってくれ。退け。いやー、今こんなの見てる気分じゃないよ。いやー、これまさに明智光秀も同じ気持ちかもしれないですね。滅びゆくという意味では。とかこの表情を始めましょう。報告いたします。信長軍の包囲を解かないとな。撤収してくれ。敵に城を奪われました。頑張ったんですけどね。まあ、ご覧の体たらくとなってしまいました。まあ、第4話というね、短い期間になってしまいましたが、お、ただ、明智家が滅亡しました。織田家の家臣としてプレイを続けます。続けましょう。これは続けましょう。で、また独立しましょう。そうしよう。プレイを続けます。お味方が捕らえられました。さあ、信長の家臣として働くぞ。表情を始めます。なんかちょっと笑けてきますけど、ただあの信長っていうのは本当に優秀な、まあその家臣に関しては一度や二度の裏切りは許したと言われてますよね。松永久秀とかもそうですし、まあ松永久秀に関しては1回裏切って許し、2回目裏切って許しっていうね。ただ無能な裏切り者に関しては容赦がなかったというふうなね、話もありますんで、ここでまた優秀になって、今度はですね、軍団を率いた状態で独立しましょう。ということでですね、明智家は滅びたんですが、まあ、滅びてはないですね。大名としての明智は滅びたんですけども、再び信長の家臣として、
生き抜いていきたいと思いますので、ぜひぜひこの先もお楽しみにしていただければと思います。まあ信長が死ぬまでが目的だという話をしていたと思うんですけども、ここはまた思いを新たに明智の天下を取るために頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまで。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。